この後は夜空に花火を打ち上げたいと思います、はい。いまいち燃えないライブ in 港祭り、最後を飾ってくださったレトロ本舗に続いては、今日登場していただいたバンドマンみんなにステージに上がっていただきまして、はい、セッションを行いたいと思います、はい、客席でもね、この曲知ってる人多いと思うんですけども、うん、くまちゃんも大好きな曲ですよね。そうですね、そうなん、おこがましいです、歌う。みんなでセッションする曲は、うん、今和の清志郎さんの雨上がりの夜空に。イエーイ、ちょうどみんな歌って、ちょうど今日雨上がりました。素晴らしい選曲。はい、その夜空にみんなで、客席の皆さんもぜひ知っている方は大きな声で歌っていただいて、うん、夜空に花火を咲かせたいと思いますのでお楽しみください。さあ、ステージみんな揃ってるかな、じゃあ確認していこうかな。確認していきます。ちょっと心配なのでね、はい、プロポーズはどうなったのかしら。まずはピストン・ヒロとガッツボーイズ。イエーイ、ガッツボーイズ。一人ちょっとプロポーズしに行きました。、はい、諸事情がありまして、はい、そしてイッテ Q 宮川大輔ということでね。スリムキャット、Good evening! Thank you very much! We had fun! It was very fun! なんて言ってんの?めっちゃ楽しいって言ってます。めっちゃ短いやん、もう。めっちゃ短くなってますけども。はい、ありがとうございます。そして、演奏の後も爽やかな演奏の後、うん、ポカリスエットのように Y 字バランスを披露してくれましたよ。シェルフィッシュ、ありがとう。イエーイ、これはスミリクラマ SH。 なんて言ってんの、楽しかったです。いや、そんなに言ってそうやけど、はい。そしてもうビールは飲んだかな、悲しい思い出がますます溢れているようです。清水敦。ちょっと出来上がってる顔してるやん。もう飲んでる、飲んでる、飲んでなかったらこんな真ん中立たれへん。出るなら出る、出ないなら出る、はいはい。そしてもちろん分け目が今も見当たらない最悪の少年、よいしょ。そしてラストを飾ってくださったのはレトロ本舗。さあ、それでは全員揃ったところで花火が待ちきれないと言っているので、早速セッション始めたいと思います。よいしょ。さあ、準備は良いですか。我々もあまり前に出すぎてるのもね。そしてバンドマンの皆さん、どんどん前に出てくださいね。いいよいいよ。めっちゃ真ん中だよ。歌は変にでも前に出ても全然いいですからね。それでは行きましょう。いまいち燃えないライブイン港祭り、最後や、ラストアップは全員揃って雨上がりの夜空に。
ね、さあそして、はい、もう一回言おうかな、イッテ Q、 そして宮川大輔大好きということでね、Hello there. スルマキャー、 Thank you very much、 Love you guys for real。 なんでやねん。さあ横で笑ってる場合じゃないです、はい、自分のパート半分しか歌えなかったことを気にしなくていいんですよ。ポカリスエットのヤニさん、綾香流れ、シェルフィッシュ。ありがとうございます。さあそしていい感じにほろ酔いにもなりました、前にも出てくることができました、清水敦志、イエーイ。愛しのサマンサのバーでのライブにもぜひとも足を運んでいただきましょう。さあそしてですね、はい、ボーダーで横に3人並んでる、ちょっと前に出ながら出ながら真ん中けながら、いろんなボーダー着てきはりましたよ。細いの太いのお好みはどれでしょうか。最悪の少年、さあそして最後のセッション、雨上がりの夜空にも大いに盛り上げてくださいました。ラストを飾ったのはレトロ本舗、レトロ本舗、イエイイエイ。そして6時からのスタート、我々と共にゲストという名前がついていたのに全くゲスト感を出してあげることができませんでしたが、バクワクロックンロールバンド渡辺フラーよりくまちゃんに大きな拍手を送りください。ほんまにくまちゃん、くまちゃん、はい、港まつりは2日間続くと聞いているんですけれども。そうなんです。明日の港まつりって、はい、なんか楽しいことあるんですか。僕たちのバンドが出るんです。イエーイ。渡辺フラワー港まつりのトリとして出演いたします。またぜひ明日お祭りね、お集まりください。このお祭りの方にぜひ足運んでください。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして港まつりでのいまいち燃えないライブ全て終了しましたけれども、ラジマイちゃんいかがでしたか。もうめっちゃ楽しかったで、ね、ちょっと泣きそうよ。そうはね、皆様の心にもラジマイちゃんと同じように素敵な思い出が彩っていることを心から願っております。そして明日の港まつりでもぜひくまちゃんの大活躍を見に遊びに足を運んでいただきたいと思います。我々いまいち燃えないラジオは日曜日の夜11時30分からラジオ関西よりお届けしております。今日の感想とかね、またこんなことやってほしい、こんなアーティスト呼んでほしいなと、はい、なかなか番組でもメッセージを読まないと言われているんですが、けいちゃん頑張って時間調整して読もうと思いますので、皆様の意見もぜひぜひ今もやっとマーク JOCR.JP まで送っていただければと思います。綺麗な花火も上がりました、はい、皆さんも楽しい気持ちになっていると思いますが、お手回り品、貴重品等ね、忘れ物のないように。ステージの光が立っているところは明るいですが、少し暗くもなりますので足元にもお気をつけいただいて、家に帰るまでがお祭り遠足やと思って、十二分に気をつけて楽しい気持ちでお帰りください。最後までお楽しみいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰ってね。